ルミコ先生の新作か。犬屋さん、お座り。ふぎゃってなんでだよ。てへ、つい。たぐ、魔王？今度はこいつらが主人公か。こいつはかごめより強そうだな。ほほう。なんだ、こいつも妖怪か。っていうか、死んだことがあるってどういうこと？元気そうだけど、どうやら糸で繋がってるわけではなさそうね。戦国時代でもなさそうだな。私もよく妖怪に襲われたわ。その度に俺が助けたけどな。犬夜叉よりイケメンかも。ねえ。魔王の気になる続きはサンデーをチェックしてね。こいつらのことよろしくな。